東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目、渋谷区の最北端、商店街から一歩入った住宅街にひっそりと佇む壁と卵。少し気難しく感じる名前は、入るのに勇気がいる。その絶妙な距離感が試されているかのようで興味をそそる。俺の行きつけの一軒だ。どうも。リッキーさんが大好きな渋谷区、独自の視点で選んだ渋谷区のスポットを一人散歩する、リッキーさんの渋谷区一人散歩。ファーストシーズンは、渋谷区にデザイン性の高い公共トイレを設置するプロジェクト、ザ・東京トイレットを紹介します。どうも。寒くなってきたね。あ、アルコールお願いします。あ、はい、自分のでもいい？うん、いいです、いいです。はい、失礼します。はい、じゃあね、ジンジャーオーツ。はい、ジンジャーオーツ一つお願いします。はい。緊張と緩和、入ってしまえば居心地の良い空間。店名は村上春樹の言葉からだそうだ。本は読まないが、本がある空間は居心地がいい。お待たせしました。はい、ありがとう。想像がつかなかった生姜とスパイス、オーツミルクの組み合わせ。飲んでみると不思議、鼻から抜けるスパイスとオーツミルクの素朴な味わいが癖になる。壁と卵のカレーは喫茶の域を超えている。かといって専門店のような敷居の高さはない。酸味と辛さのベストマッチング、ポークビンダル。このカレーを食べるならこの店だ。今日は時間がない、絶対すぐ来よう。そういえばリッキーさんにあのトイレの話したらいいんじゃない。あー、リッキーさん YouTube 見ました、あのトイレのやつ。トイレのやつね。そう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 。うちの近所にもできたんですよ。なんか白くて丸くて、はい、大福みたいな感じ、丸いやつ。ごちそうさまでした。どうもありがとうございました。はい、じゃあトイレ行ってきます。行ってらっしゃい。なんじゃこりゃ。7号通り公園トイレ、通称ハイトイレット。すべての行動を音声で行うボイスコマンド式のトイレ、手を使わないトイレらしい。はい、トイレと言った後、通知音が鳴ってから指示ください。はい、トイレ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 。結局、ボタンを手で押した。目の前のボタンをただ押せば水は流れる。そこに何のストレスがあるんだ。決められた言葉を言わされるよりスムーズで心地よい。エラーのため、声による操作はできません。なるほど、そういうことだったのか。システムにエラーはつきものだ。そしてシステムはすぐに古くなり、使われなくなるんだろうな。Hey Siri、幡ヶ谷で美味しい大福屋さん教えて。